本日は双子の元空挺レイジャー佐藤兄弟と目力対決を実施する。状況開始。まずはエントリーナンバーワン、佐藤兄弟アーミー。趣味は弟とのアウトドア、スカンダリングは全て握りつぶす、古典着地はお手の物、アーミー進む。そしてエントリーナンバーツー、佐藤兄弟弟。自衛隊地方協力本部で学んだお茶入れの技術はトップクラス。演習訓練ではクマと間違われ状況一旦中止。広報官のティディベア弟誠。そしてエントリーナンバー3、吉本興業チッピーちゃんズ。元陸上自衛隊第7普通科連隊重迫撃破中隊神岡山荘。頭の上にいるピーちゃんと一緒にお笑いで国防を目指す。さっさあ、誰の目力が一番強かったかな、コメント欄で教えてね。ザッ。あ、今夜間射撃してます。もしかして花火です。あれ照明弾じゃないですか。いや花火です。あれ160万カンデラぐらいありますけど。いやだから花火ですって。っていうか160万カンデラって何ですか。あ、ろうそく160万本分ぐらいの明るさ。さっきから何言うてんのこの人。神岡、国旗掲揚の白手持ってきたか。はい、持ってきました。班長すいません、右で持ってきちゃいました。ああ、車内から右でつけろ。はい。これでいけますかね。うん、ちょっと嫌やけど大丈夫。あ、いいね、保証訓練いいぞ。お、佐藤。あ、教官。この前の保証訓練写真できたからやるわ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、この間の補助訓練だ。お、これ右側に立ってるこれお前だよな。俺か、お前だろ。俺の方は左だよ。左俺だろ。わからんな。一般人自衛官ストッキングの使い方の違い。一般人の場合、足をきれいに見せるために着用します。自衛官の場合、半長化を仕上げるときに使います。自衛隊芸人の場合、ストッキング相撲でほふく前進するときに使います。はい、ご苦労さん。あ、子供広場のこの展示パネルの位置、これちょっともうちょっとずらそうか。左、うん、そうそうそう。あ、こっちの装備品展示とか大丈夫なの。これもうちょっと左にあと3ミリ寄せるか。これ、うん、あ、それでいこう。うん、それじゃあとはよろしく頼むよ。ほんで、石、はい、食堂行っとったらさ、はいはいはい、親子丼やんって。あ、キャッカーイッカーイッ。お疲れ様です。お疲れ様です。ナウェイ。でさ、はいはいはい、私のだけの異様に減ってて。そうなんですか。だからもう、あ、キャッカーイッカーイッ。お疲れ様です。お疲れ様です。ナウェイ。ほんで、はい、あ、キャッカーイッカーイッ。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、明日の訓練指示出する。6月24日月曜日、1800から2200までの間、 TikTok ワンデー吉本チャレンジ、これを実施する。これについては TikTok クリエイターの方と、吉本芸人、これがコラボして生配信を実施する。 TikTok の公式アカウントにて実施するんだな。必ず見るように。なお4ブロック4班については2100から2200までの間やから間違わんようにな。これチッピーちゃん出るからな。そしてその後は2359から0029、日本テレビ第5の芸人領収書、これ放送開始するからな。なおこの日に限ってはショート延期カットする。うん、しっかり起きといてくれな。うん、そしてどうしても寝てしまった、見逃してしまった、その際は TVer でも放送してるから全て確認してくれ。その他の時間帯については眼球の手でこれを実施してもらいたい。というわけで、修練終了後山本一心については現在地残るよ。おい、あれ、山中の一心市長と重白の神岡市長やん。へえ、あれ二人って付き合ってんの。ああ、この前厚生センターで一緒にアイス食べてたし、外出も軽症二人で通過してたしな。あ、じゃあ絶対付き合ってるわ。何この連隊、強度大丈夫なの。すいません、直ちに是正します。中隊長連隊長に怒られてるやん。通知少ないやん、迫撃砲落ちたら部隊全滅だよ。すいません。その連隊掘ったの私やのに。土のうも縫い目見えてる。どうなってんの三中隊長。すいません中隊長、ごめんなさい。神岡医師入ります。はい。
外出を受領に参りました。あれ何外出？はい。どこ行くん？ちょっと大阪に。大阪？はい、大阪。むっちゃええやん。はい、ちょっと地元の同級生と会おうってなって。はい。何時の電車なの？あ、もうちょっとで、あの時刻なんで。あ、そうなん、はい、間に合う。ちょっと急がないで。いやいや、もう、おっときいよ。いや、なんでですか？いや、いや残留でええや、残留で。いや、もうちょっと時間やばいんです。いや、いいやん、もうそんな。ちょっと本当、ちょっと。え、来週外？週外？え、もう弊外にしようかな。え、ちょっと待って、ほんと、間に合わないんでお願いします。いやもう印鑑押さえんで、お願いします、ほんとお願いします。まこと、キショムラッパのドッキリ映像やってるぞ。面白いなこれ。めっちゃウケる、めっちゃいいじゃん、これ最高。昔半月にやられたの思い出すよな。懐かしい。なぁ、何してるんですか。ちょっと見てくれ、キショムラッパってドッキリ動画やってるんだよ。面白いんだよこれ。あった装備版打撃かもだ。はっ、これは第三者広報幹部キャプテン女子はこと正木一です。ジッピーチャンズチャンネル登録者数17万人突破おめでとうございます。日本のどこにいても応援してます。キャプテン女子はからお祝いのメッセージが。むちゃくちゃ嬉しい。ザッ入れたてよーい。169,998、16万9999、17万、17万1、17万2、17万3、17万4、応援よろしくね。うわ、新聞読みたいけどヘリのダウンウォッシュのせいでなかなか読めない。クソ、どうすればいいんだ。うわ、なんやなんや。あ、こんなところにチッピーチャンズが。なんとこの度防衛省自衛隊新聞朝雲にチッピーちゃんズの記事が掲載されました。新聞購読のお申し込みはこの動画の概要欄にある朝雲公式ホームページから実施せよ。よろしく。自衛官の朝は気象ラッパに転向。慌ただしいイメージがあるが、訓練のない休日の朝は一杯のホットコーヒーから始まる。うん、なんだこれは。はっ、自衛隊広報誌防衛日報にチッピーちゃんズの記事が。これは早速購読を申し込まねば。まるまるこちらまる人勘弁をくれ。勘なし。内戦か。はい、内戦でもつながりません。購読ご希望の方はこの動画の概要欄へ。よろしくザス。おいしん。あ、中隊長お疲れ様です。お疲れさん。足の靴磨いてくれたのか。そうです、足ねピカピカにして戻しておきます。ありがとうな、はい、あ、なんや一心。はい、なんやこの、え、これわしの踊るやないかこれ。これ中隊長やないですかこれ。あ、一心、もういい、靴磨きはもういい、これちょっとわしに貸しなさい。え、しなくていいんですか。うん、よい、もういいよ。ありがとうございます。ご苦労さん。この度チッピーちゃんズの記事が自衛隊新聞防衛ホームにて紹介されました。防衛ホームを読みたい方はこの動画の概要欄へ突撃。それでは、あの、いつもお世話になってますチッピーちゃんズ第三師団長からメダルの授与をさせていただきます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。第三師団長、私レンタル彼氏と一緒に YouTube さらに頑張ります。ありがとうございます。チッピーちゃんズの LINE スタンプ販売中。チャンネル登録よろしくね。よろしく。